日記をつける習慣はないけれども、財布にたまったレシートを保存して記録している。レシートには日付と時間、場所まで記載されている。行動の記録ならば、日記をつけるよりだいぶ楽だ。3日前の夕飯の献立は思い出せない。2年前にスーパーで購入した材料はレシートが教えてくれる。給油したガソリンの量もわかる。ガソリンはいつの間にリッター150円以上になったのか。15年前は90円台だった。それでも500ミリリットルのペットボトルに比べたらはるかに安い。ペットボトルを買う気には到底ならない。事実。レシートを見返してみても買ってない。コーラは買っていたけど。1日のレシートは A4 用紙1枚に収まる。多くても2枚。レシートがない日もある。なので1年で約360枚の A4 用紙に記録されたレシートの束が出来上がる。1ヶ月分のファイルをパラパラとめくるのに2分弱かかる。1年を20分程度で振り返ることが可能だ。それは京王線で八王子から調布まで特急を使って移動するくらいの時間だ。運賃は280円。1日に1枚のレシートの日もある。75円のベーコンだけを買ったということは、野菜なんかは冷蔵庫に保存されていたのだろう。7月の22日はホームセンターでクーラーボックスを買った後に近くのコンビニでタバコを買っている。その3時間後にセルフのガソリンスタンドで給油をしている。わざわざ給油だけをしに車を走らせたのならこんなに無駄なことはない。2011年の7月頃は職場に車で向かうこともあったので、帰宅の道すがらガソリンスタンドに寄ることもできたはずだ。もしくは22時を過ぎてからどこかに出かけたのか。しかしそれを示すレシートはない。7月24日は引っ越しの日であった。手伝ってくれた友人に弁当を買ったレシートがある。相模原市から日野市への引っ越しだ。作業が終わった後に相模原市橋本のホルモン屋にて友人たちをねぎらった後に同じく橋本のカラオケに向かい、23時39分まで歌う。4人で2時間歌う。1人当たり約30分弱歌っている。5曲ほど歌っていたのかもしれない。日付の変わる前に、駅で IC カードに1000円をチャージしているので、終電には間に合ったみたいだ。ちなみに、ホルモン屋の領収書が時系列に並んでいないのは、時間が記されていないためである。そう考えるとレジスターから出てくるレシートはお利口さんである。2011年の10月19日は仕事が休みだったので、昼過ぎから夜にかけてのレシートが残っている。そのレシートをもとに起床してからの行動範囲を地図に記していく。まず12時41分に駅前の100円均一ショップにて2点の買い物をしている。駅前のビルの1階に100円ショップは天輪を構えており、このビルにはその他にファミレスや居酒屋も営業している。また100円均一のこの店ではコピーが1枚5円なので、レシートのコピーはいつもここで行っている。次は20分後に駅ビルの中にある書店にて雑誌を2冊購入。100円ショップから駅ビルの書店までは徒歩2分くらいの距離だ。駅ビルは目の前だが、ビルの3階にある書店まではエスカレーターを2つ登るので
少し回り道をする。高畑不動の駅ビルは飲食店やスーパー、衣料品、雑貨品店、美容院にクリーニング店、ドラッグストアなど多種多様な店輪が存在しており、それには2つの大きな理由がある。まず1つ目は京王線高畑不動駅と多摩モノロエール線高畑不動駅が南北と東西に十字に交わっていることに他ならない。不特定多数の人々が2つの高畑不動駅を行き交う傍らに多数の天輪が存在しているという具合だ。もう一つの理由は金剛寺、通称高畑不動尊の存在である。関東三大不動の一つである高畑不動尊は初詣の折には3日間で20万人もの参拝客が訪れる。また年間を通してさまざまな催しがあり、先日までは日本全国のさまざまな種のアジサイが開花するアジサイ祭りが開催されていた。梅雨の時期に高畑不動の境内を歩けば、どこを見てもアジサイが咲き乱れ、不動尊裏手の山はアジサイに囲まれた散策路となる。休日ともなれば大勢の参拝客が訪れる。しかし高畑不動の参道は短い。およそ150メートルほどしかなく、蕎麦屋、天丼屋、ラーメン屋、それと居酒屋が数軒といった具合で、昼間の参拝客の胃袋を満たす役割を高畑不動駅ビルの飲食店たちが担っているわけだ。もちろん13時7分に訪れたたこ焼き屋もその一つであろう。ここで一軒紹介したい飲食店がある。駅から向かって参道の出口左手に位置する四八天丼である。その名の通り480円で揚げたての天丼が食べられる。エビと白身魚、野菜の天ぷらが白飯を覆い隠すほどのボリュームであり、味噌汁までついてくる。味、量ともに480円以上の価値があり、高畑不動尊同様大変ありがたい存在である。ただ一つ個人的に残念なのは、四八天丼は食券での購入になるのでレシートが存在しないことだ。いや、本当に個人的なことで四八さんには申し訳なく思う。今後はメモ書きに記し、それをレシートの代わりにしていきたいと考える。この日たこ焼き屋に立ち寄った後帰宅。その後20時50分にセブンイレブン高畑不動駅前店にてタバコを購入、そのまま帰宅する。この日12時41分から20時50分までの8時間9分の間に計2370円分のレシートが記録されていた。2011年10月当時の私の月給の14万791円から家賃4万4000円を引いて9万6791円が生活費として残る。この日生活費の約34分の1を消費したことになる。多少使いすぎたが、2011年10月19日の私は健全に暮らしていたのではないかと確信したい。